はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良治でございます。棟梁様、ピオ様、猫ヴァンパイア様、ナミ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もいらして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。日本改革党メール党員大募集であります。私の、メールをご購読くださってですね、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いします。メール党員だけに教えるですね、情報なんかもありますので、例えば懇親会であるとか秘密のイベントであるとかね、将来的に立候補を目指してくれる支部長募集であります。どちらも動画説明欄もっと見るをクリックしてみてください。NHK スクランブルでも in 渋谷昨日開催してまいりました。今回から縦登りを取り入れまして10本、皆さんに持っていただいたんですけれども、200人超の皆様ご参加誠にありがとうございました。昨日はちょっと暑かったですね。支部長もみんな上着脱いでワイシャツで、私は寒がりなんで上着着てられましたけれども、動画も上げております。よかったらご覧ください。でこちらが前景なんですけれども、まあ、200人、いたのが嘘じゃねえっていう写真なんですけども、やっぱりテレビ局はどっこも報道せず、君が代歌わないなんつうですね、左翼集会ならば参加者5人でも全国放送するのにね、 NHK なんか言われてる当事者だし一番近いのに、本部からね、渋谷でやったんだから、近いのに来やがらねえと、こういうわけで、なーにが公共放送なんだか、ちゃんちゃらでへそちゃあ、へそで茶わが言っちまうよね。そんな好き放題に報道しない自由を駆使しているマスゴミですが、国境なき記者団による報道の自由度ランキングが昨年67位から今年71位に下がりましたという記事。こんなに好き放題、反日、捏造、偏向報道し放題、報道しない自由、駆使し放題の自由を謳歌してんのに、なんでだ、なぜなんだ。時事通信の報道から、日本71に交代、報道自由化、大企業の影響力で自己検閲と。まあ、記事内容をよく見ますと、国境なき記者団が指摘している日本、マスゴミの問題点は、広告費払ってくれる大企業に遠慮しまくってるよね。仲間内だけの記者クラブは、フリーランサーや外国人記者に対して露骨に差別してるよね、と指摘されてしまいました。俺らの目から見るとですね、日本のマスゴミは世界で一番好きかーって、やりたい放題、嘘つきまくりやってんのになんて思いますけれども、まあ記者クラブの問題とスポンサーの問題ですか、と指摘されちゃいましたね。記者クラブ村、記者クラブ村、おなじみのメンバーで和気あいあい、よそ者来ると露骨に嫌な顔する記者クラブ村ですね。ネットの反応です。報道しない自由だよな、連中は絶対認めないけどな。ついに報道しない自由が暴かれちゃったか。メディアが腐りきってんのは本当。今回のフェリー事件のように叩きやすいものは市民の代表をずらして叩きまくるのがワイドショーと。これね、大企業の不祥事とかは叩きにくい。なぜならその会社がスポンサーしてくれる番組とかあったりなんかすると、叩きにくいね。例えばその番組のスポンサーにコカ・コーラ・ボトラーズが入ってんのに、番組の中でライバル会社のキリンとかは褒めにくいっていうのがありますね。ナショナリズムを敵視するマスゴミを
どうにかしないと、ナショナリズムっていうより日本人を敵視してしてねえかな、日本のあのテレビと新聞は日本人を、確かジャーナリストを宣言してた新聞社があったよな。これは朝日新聞のことですね。イーソーコみたいな記者を叩き出せない記者クラブって、このままズダボロで放置しよう。マスゴミがやってんのはジャーナリズムじゃなくて政治活動と、報道じゃねえと、いうような指摘がありました。試験ですけど、まあ、昨日のね、あの NHK スクランブルでも、テレビ局が一個も報道しなくても、まあ、驚かない。1万人の富士デモも黙殺したんだから、ただね、11年前と全く変わらないっていうテレビ局の体質には驚く。もう事情とか無理だな。滅ぼすしかないな。ネットで頑張って、連中食えなくすればいいのかな。フジテレビなんか危うく、今年赤字になりかけてましたから、利益、純利益が4000万とか言ってね、売上が何千億の、企業にしては、危うい。だいぶリストラしまくったみたいだけど、危うい。来年あたりはやっと赤字になってくれんのかな。なんていうレベルまで行きましたけれども、フジテレビね。幸い若い人たちの、テレビ離れはすごいものがありますんで、新聞テレビ大手マスゴミにはもう日本人の社員いねえんじゃね。全員日本人でございって顔した。で、なぜか日本語ペラペラの外国人ばっかじゃねえか。って私疑ってんですけど、違うなら違うって証明してみせるよな。連中してみればですね、日本を弱体化させることが国益である。祖国の。祖国の国益。で、祖国に尽くすことが正義である。あとね、祖国から金ももらえるし、仲間内で心地がいい。日本を弱体化させることに成功すればするほど、仲間内では褒められる。ヒーローになれる。ということで、頑張っちゃってんのかなーって。やってることは、まあ、報道じゃなくて、政治活動ですよね。NHK にしちゃって、何が公共放送だ。どこが公共放送ですね。言ってんじゃねえって話。NHK 労組と民放労連は、立憲支持を公言してますからね。公に発表してますからね。こんなんで、中立で、公正な報道なんか、望むべくもない。よぐま恥ずかしげもなく、うじらは、中立で公正な報道をしてますと言いつつ、立憲さんを支持しますって言えたもんだな。なんかおかしいぞって私思うんですけれども、テレビ業界の全力応援でも、支持率右肩下がりの立憲ではありますが、まあ、立憲議員の質がとことん悪い。本当に悪い。昨日も取り上げた奥田総一郎とかいう、立憲のやつでしたっけ、ロシアより与党が憎いかなんか言っちゃってね。テレビ自体が見放されてんだよね。まあね、立憲の支持とテレビの見る人間、テレビの言うことをうんうんって洗脳される人間が右肩下がりなんですよね。そのオワコン立憲のさらにオワコン旧執行部の枝野幸男キモドルオタアイドルオタクね、アイドルオタクキモいアイドルオタク福山哲郎一般人に殴られました。辻元清美落選中が京都に集結し、改選が迫る福山哲郎の応援回線したそうであります。そこでですね、枝野がおかしいと言える勢力をなんつって、おかしいことはおかしいと言える勢力がなければ真っ当な政治を取り戻すとか、なんかおかしなことを言ってたみたいであります。おかしな頭でおかしな発言してたらしい。ネットのです。嫌われ者ばっかり集めたな。売国オールスターや、おかしい人が集まってなんか言ってる。確かに頭がおかしい勢力。もう十分頭がおかしいけれど、すでに目標達成してるんじゃ。
お前らおかしい。お前んとこ全員スパイなのおかしくね。お前らおかしいぞって言ってる言葉は聞かないのな。進歩しないけど濃縮はするんだな、これが。これ頭の悪さが濃縮っていうか、まあだんだん共産党に近づいてってなんかして、酒かですか、支持率右肩下がりでね、どん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 劣勢になっていくと濃くなっていくんだよね。でね、真っ当な意見言った人は総括とか言って排除してって、狂った人間しか残んねくなるっていうのが左翼の伝統。おかしいやつは自分をまともと言い張る。だね、真っ当な政治を取り戻すって枝野が言ってる、どの口がそんなことほざいてんだって話なんですけど、ブルージャパンはおかしくないの？こいつらがまだ出しゃばってくる時点で終わった政党だと再確認。おかしいって自覚ないんだな。自分らがおかしいっていう自覚ね。試験ですけど、この絵面きついっすね。なんか化石が3匹。蓮舫もいれば、まあ、売国四天王ってなりましたがね。あるいは菅直人とかのオワコン中のオワコン入れた方がいいんだろうか。在日日本国籍保有者、どうも。って言ったらいいのかな。まあ、立候補できんだから、日本国籍あるにはあんでしょうね。あと、蓮舫しかバレてねえけど、他にも、日本国籍以外にも、どっかの国籍持ってっかもね、こいつら。在日日本国籍保有者。衆院選に負けて、代表を引責した枝野とか、オワコンですよね、オワコン。もう過去の人。泉だの、小川だのも、バカがバカなことドヤ顔して連発しまくってて、どうしようもねえけどね。あと昨日の奥野総一郎ですか。変えないことを前提になら、議論してもいい。だから会見しないことを前提になら、議論していいとか、超上から目線で言い放ってたみたいなんですけど、それ議員がやることなのかって。会見しないことを前提じゃあ何、無駄話するだけ。なんかゴシップとか話すような感じ。バカじゃないのかなーって、つくづく思いましたけど、そんな奥野でも東大法学部らしいんだよな。本当に立憲に、ろくな人材いないんすよね。人材なら豊富なのにね。これこのように。人材なら豊富なのにね。辻元は今は一般人ですよね。へこたれへんって特注のタスキかけてますけど、いや、へこたれてくれって、我が国にとってすげえ迷惑なんですけど、こいつがへこたれないと。ロシア政府、首相、外務、財務、防衛大臣、官房長官など、内閣幹部と、北方領土委員会複数、これ委員全員ですね。十何人だっけな。産経と読売新聞幹部など、63人を入国禁止と発表。朝日新聞、毎日新聞幹部は、セーフ。あと、立憲幹部も、セーフ。岸田総理、断じて受け入れられないとか言ってましたけど、行きたかったのかよ、ロシアに。行く予定ねえだろ。何言ってんだって話。高市さんは上等だ、免れても行くか、まあ高市さんは招かれないとは思いますけれども、なぜか C 和夫も入国禁止になっておりました。なんでだ、なぜなんだ。立憲幹部は除外と、全く相手にされていない模様であります。まあ所詮外国政府のなんかほざいてることなんでどうでもいいんですけど、ロシアみたいな小国相手してらんないですからね。侮辱罪の量刑が重くなることについて、朝日新聞社員の玉川徹、政治家は侮辱罪の対象から外して、だから政治家に対して何言ってもテレビでね、侮辱罪にしないでちょうだいって言ったらしいであります。玉川徹、おかしいと言えないと。厳罰化の侮辱罪、政治家へは免責されるべきと述べたという記事でありました。ネットの反応です。この法案を玉川は理解してないね。
政治家なら侮辱していいと思ってるのはすげえ。ならテレビコメンテーターも面積じゃないとダメじゃね。玉川はバカだとか、玉川は頭悪いとか、玉川は何にも分かってねえとか理解してねえとか、いくら言っても影響力が大きいからね。なんせテレビコメンテーターは、テレビ出てる人は、だから侮辱にならなくしないとダメなんじゃないのって、いう話ですか。政策批判は侮辱にならないけど、何を恐れてるんだ。侮辱、誹謗中傷は NG でいいじゃん。批判は OK でさ、やってる自覚あるんじゃね。こいつが自分の発言に責任を持ちたくない証拠。政治家だって国民だからな。試験ですけど、玉川は量刑が重くなるだけで侮辱罪適用されるハードルが下がるわけではないってことを理解してないみたいですね。バカ丸だし。だから今まで政府だったものはこれからも政府ですからね。いきなりその法律が変わって、今後はこんなこと言ったらダメってなるわけじゃない。侮辱罪は侮辱罪で、ただ量刑が重くなるだけであります。つまりですね、酔っ払い運転、点数5点なとこ、いきなり一発取り消し。量刑が重くなるだけ。相変わらず玉川は、安倍がとか、安倍は人らとか、言いたいから困るってことでしょうね。心配すんなって、政治家、特に現役議員への侮辱罪のハードルはすごい高いであります。結構何言っても侮辱罪適用されません。これ有名な影響力が高い芸能人とかもそうなんですけど、あんたは影響力あんだから、つまり力強いんだから、批判受けなきゃダメでしょ。ってことで、有名税とかも言いますね。税金が投入されてる公人ってことで、現役議員なんかは結構何言っても大丈夫ですね。市民連合の山口二郎が、安倍は人間じゃねえ。叩き切ってやるとか、人間離れした顔で言ってましたけど、この時安倍さん総理だったんで、全くスルーですね。総理といえば、公人中の公人。日本で一番強大な権力持ってると思われるから、どんな悪口言っても侮辱罪だってことにはならないと。韓国の大統領に関しては、差にあらず。韓国の大統領は、気に入れなって思うと、侮辱罪だの名誉毀損だのつって訴える。っていうのができますけどね。でもあそこは法治国家じゃないんで。平の国会議員でも適用は難しいっすね。誰それは人間じゃねえとか言っても、国会議員でもちょっと適用は難しい。地方議員ならどうかな、微妙だな。区議会議員、市議会議員に〇〇は人間じゃねえとか言ったら、やっぱ取られる可能性あんな。微妙ですけど。にしても、ね、山口二郎、なーにが市民連合だっつの。人民連合の間違いじゃないのか。これも、私ひょっとしたら侮辱罪なんですか？市民連合？何？人民連合の間違いじゃねえの？これ私、侮辱罪になるんでしょうか？まあなってもいいですけどね。まあちょっと無理があるな。まあ司法の判断はよくわかりませんけれども、というわけで、日本改革とメール党員募集とですね、東京地区支部長大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。